第452回竹井テレビチャンネルテレラジオ青春野菜、見ていただいている方どうもありがとうございます。さあ今日はですね、ちょっとねカレーを作ってみました。それもですね、皆さんちょっと必見ですよ。今回はですね、水を一切使わずに作るカレーに挑戦してみました。もう玉ねぎ丸々ボーン、トマト丸々ボーン、その水分でカレーが作れるかやってみました。見てください、どうぞ。さあ今日はですね、ちょっと変わった風の鶏肉とトマトで作るバターチキンカレーを作ってみたいと思います。今回はトマトがベースでございます。まずはこれでございます。オリーブオイルを寸胴の鍋に浸しまして、そしてそしてまず最初にこの鶏肉をスパーンと焼いちゃいます。おお、いい音だな。おお。こんなん入ってもの、おお、もうね大胆に。でまずこれを炒めてから、一旦炒めて、それで取り出します。その作業をします。さあ下ごしらえで、玉ねぎ剥いております。これ丸々使います。これ玉ねぎの皮剥くのを水つけながら剥いたら綺麗に剥けることを先ほど発見しました。まあ皆さんは知っとるわいっていうか分かりませんけど、綺麗にこれ剥けるよね。これ人参も丸々です。皮も剥きません。すべてありのまんま、それを食べる、それをすべてにカレーにしてしまう男料理でございます。はい、ちょっとニンニク入れます。これをですね、何がどうなってんこれ。はい、剥けました。あ、今回の主役でございます、トマトでございます。トマトのここのねヘタの部分をね、ペティナイフで、こういうふうに取り出していきます。いいよいいよ。うん、そしてニンニク、これをスカンチョイ、スカンチョイでしょ、スカンチョイ入れます。ニンニクをスコーンと入れます。そして全部焼かずにこれぐらいで一旦取り出します。最初から煮込んだら形がもうなくなってしまうんで、途中で入れます。そしてもうこのままで、まず最初にトマトをじゃんじゃん入れちゃいまーす、入れちゃいまーす。はい、続いて玉ねぎを丸々、はい、ポーンと入れます。そしてもう一つポンポーンと
を入れます。それで人参アポンアポンアポン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 と入れて、今回はですね水を一切使わない。そしてこのまま弱火で蓋を。あれ子供たちは分かったもん。分かっちゃった。それで蓋を。そしてバターを一つポーンと入れちゃう、ポーンと入れちゃいまして出します。そして弱火でございます。まあ本来ならば一緒にじゃがいもを煮込むんですが、今回はちょっとじゃがいも別にして、別で、じゃがいもを煮込んでから後からカレーに入れるという、だから男料理でございます。大胆にポーン、じゃが1、じゃが2、じゃが3、じゃが4、じゃが5。さあちょっと蓋開けてみます。どうなってるか。全く水を入れない無水ですからね。じゃじゃんじゃんじゃん、おうおうほ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 う。さあそこにこの鶏肉をちょっと炒めた、もうこんだけのいいねえ、出汁が出てきてますよ。肉汁がね。さあ、これを加えます。おー、おれ、ほほほほほほー。弱火にして蓋を閉めて、圧力をかけて、そこからこう水分を出していくという、まあ、料理法でやるんですけど、まあ、圧をかけていきますからね。まあ、それに加えて、うまなるんか、間違いないか、大丈夫か、え、大丈夫なやろうな、大丈夫やろうな、おいしいんか。まあ圧かけてますけど。え、はい、ゆで卵作りました。これにおお。よし、ご飯は土鍋で炊こうと思っております。これ美味しいんだ。米。さあそれでは蓋を開けてみましょうか。どんな感じになってますかね。なんか開けるの怖いね。でも開けんとね、なんか怖い。中のね、中学生の息子の部屋を開ける時のおかんの気持ち、なんか変なもんいたらあったらどうしようみたいな感じで、いやーどうしよう、開けようかな、まあまあこれ開けようか、やっぱやめとこう、やっぱやめとこう、どれどれどれ、やっぱやめとこう、やっぱやめとこう。うまいんか。開けたいと思います。それではじゃ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 ん、おお、いい感じと違う、おお、玉ねぎ、トマト、人参とそれと鶏肉のこの合わせただし、味ちょっと、自然農園、もう自然、本当にこれなんか健康になるんちゃうかっていうわ、爽やかな味やわ。うん、この出汁でこの鶏生き返りよるで。どういうことやね。さあ釜のご飯も、ね、沸騰してきて、今はこれね余熱で炊き込んでます。そして
カレーの方はですね、今も玉ねぎ、人参、トマト、そして鶏肉で、そでにんにくで、どん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 ね、水分が出て、いい感じに、この余熱というかもとろ火でずっと煮込んでいきます。そして後から入れるこのじゃが芋は出来上がっております。さあこれからですね、風呂入ります。お湯に潜って私泣いたの、一人夜更けのマスク。さあお風呂から上がってきました。気持ちがいいです。それでは今日はですね、料理を作りながらいっぱいいただきます。乾杯。さあ蓋を開けてみましょうか。どんな感じでしょうか。じゃ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 ん。おお、ちょっとね、見てください。予定よりね、こんだけ水分出るとは思わなかったので、これをジャガさんを入れたいと思います。ジャガさんが全部水分を持っていくから最後の方にと思ったけど、もう今入れてこそちょうどジャガさんの水分がシューッとするので、ちょうどいい感覚になってくるんちゃうかなと思います。さあお風呂入ってる時にご飯は蒸らしたので、出来上がりはお米が立っております。カニの目ができております。楽しみでございます。そしてビール、あーうまいな。鶏肉とトマトで作るバターチキンカレーの素、これをどれ、ちょっと味見を。おお、カレーやわ。カレーやけどトマト風味やな。ちょっと牛乳入れてみようか。ちょっとだけ牛乳を入れて、ちょっと味見してみましょう。まろやかになったな。ただね、一つね、なんかスープカレーみたいな、もうちょっとこうとろみのあるザ・カレーみたいなのを作りたいんやけどね。でもこれもうトマトがもうこういう感じになってるんやろな。こういう感じでもう玉ねぎなんかもこういう、ね、今日このトマトのベースだけではちょっと不安かなと。あんまり僕ね、スープカレーってあんまり好きじゃない。やっぱりちょっとカレーにちょっと近いで、こういうねこだわりの中辛でね、横浜舶来亭っていう、これねちょっと粉末のやつやから、これをちょっと入れてみようかなと思っております。絶対あり、絶対あり。あのね、高級な洋食屋さんやね。さあご飯を入れます。これは美味しいね、これは美味しいね。こんな感じでご飯になっております。こういう感じでございます。でございます。さあそれではご飯にかけて
いただきます。あのね、まろやか。味自体が全部優しい。この鶏肉、そして玉ねぎの使ってるこれでいただきます。そして大体ね、カレーってね、じゃがいもがトロトロになってしまうんですけど、これを後から入れてのこの形を丸々残すことが俺にとってのこだわりなんです。見てください、このじゃがいも丸々ですよ。首都は東京ですけど、今回北海道がもう首都。ほくほく、自然に出てくる野菜からの水分っていうのは一番これを殺してしまったらあかんなと思ったね。もうこれだけで旨味が全然出てる。調味料とかいらない。これが一番うまい。で、今回はこのサラダでございます。このサラダに、まずはこの、和風玉ねぎドレッシングをかけます。たっぷりと。そして、マヨネーズを。入れまーす。そしてパプリカ。おいしい。そしてね、成功ですよ。うまい。それでね、玉ねぎとトマトだけであんだけ水分が出るんですよ。水一切使ってないですからね。そんでそこから出る水分ですから、トマトからやったらリコピンが出てきてね、栄養分がどんどんこう出てくる、それを含んだ水、玉ねぎではね、血液をこうサラサラにする成分がこう出てくる、その旨味が出てくる、その汁でどん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 こう湧き上がってきて、それでカレーを作っていくという、これはね、そんでまた鶏肉も、これも脂肪分が低いから、これ全体でね、健康そのものよ。これね、ちょっと皆さんね、真似して作ってください。うまいよ。いや、本当にね、僕ちょっと後悔するのはね、ちょっと牛乳を入れるんじゃなかったなっていう、ちょっとね、まろやかすぎるっていう、ちょっとカレー寄りになってほしいなと思ったけどね、でも味がね、ちょっと家庭で作る味じゃない。あれ、店でね、食べた味になりましたよ。ぜひ、皆さん、もう丸々ですよ。一切水使わない。ぜひやってください。もう一度作り方言いましょう。まずは、鶏肉をオリーブオイルで炒めるんですよ。ね、もう男料理みたいにもう大胆にぶつ切りでパン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 ですよ。ほんで、ニンニクを入れて炒めた後に一旦取り出して、そんで残ってるそのね、オリーブオイルとニンニクとかで、それでトマトをもう大胆にボンボンボン掘り込む。そんで玉ねぎをボンボンボン掘り込む。人参をぶつ切りにしたのをボンボンボン掘り込む。これで蓋をして、弱火でコト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 やってきたら、蓋開けたら水分が出てるんですよ。そこに鶏肉をドーン入れて、そっからまた、
圧力をかけていくと。そこで、そのジャガイモがね、大体カレーってジャガイモ最後入れたら、もう最後の方だったらどこやねんジャガイモ、どこ行ってみたいなね。入学式の時なんか偉そうに来たやつがなんか実は下手でやって中3の時なんかもう、お前どこにおんねんみたいな、なったような感じになるやんか。うん、だからもう、違うところで湯が行って、後からね、ジャガイモは入れる。これ丸々の形で食べるのが、うまい。ぜひ、皆さん、やってください。チャンネル登録、いいねボタン、拡散、コメント。